こんばんは。任期満了に伴う観音寺市長選挙は、今日投票が行われています。新型コロナウイルスの感染状況です。今日新たに岡山県で9人の感染が分かりました。一方、香川県では新規感染者の発表はありませんでした。